こんにちは、こんばんは、ひなたです。お久しぶりでございます。なんだろうね、ここに置いてバッて撮るのね、久しぶりな気がするんだけど、どうかな？あのね、最近ね、ニンテンドースイッチのね、あのマリオカートにハマりすぎてね、動画を撮るのを忘れていたって感じな感じです。はい、ということで、黒髪もちょっと馴染んできたかなって思うんですけども、全然関係ない。うちのね、いろいろなものが切れてたので、ドラッグストア行ってきたので、ちょっと個人紹介をしていきたいなと思います。動画撮る時の正座って疲れるよね。はい、ということで、やっていきたいと思います。いろんなものが切れてたの。洗剤やら、歯磨き粉やら、柔軟剤やらとか、いろいろ切れて、それを調達してきました。一人暮らしの方、ぜひ参考にしてみてください。あんまり参考にならないかなって思うけど、よかったら見てってください。はい、まず最初ね、大物です。こちら。ジュレームでございます。これね、柔らかい細い紙用なの。あ、私すごいね、猫っ毛だから、いつも使ってるんだけど、これ660円とか700円ぐらいで買ったんだけど、ボトルセットで。ジュレームの詰め替えってね、いくらだったっけな？あの、シャンプーとリンス、別々で600円ぐらいするのかな？だったと思う。700円、600円ぐらいするんだったんだけど、これは、もうセットで、容器もついてて、700円だからもう即買いです。あとちょっとでね、あの、シャンプーが終わるので、詰め替えを買うよりこっちの方が安いので、こういうの買いました。ドラッグストアに行くとね、本当に掘り出し物こういうのがあるから、もう要チェックよ、シャンプーのところ。で、お次でございます。こちら、柔軟剤でございます。アロマリッチ。これがすごく私はいい匂いかなって思ってる。あの、でもソフランのね、緑もすごいいい香りなんですけど、あとレノアの緑のすごいいい香りなんですけど、最近はこちらにハマっておりますので、こちらを買ってきました。基本安くなってる時にしか買わないの。今日結構安くなってたから買いましたね。結構量あるので見せていきたいと思います。こちら、ギャツビーフェイシャルペーパー。アイスタイプでございます。最近暑くなっている、ちょっと今日は寒いけれども、最近暑くなってきているので、汗かいた時にこれで拭きたいと思います。あのね、ビオレのさ、いい香りがするやつとかじゃなくてさ、やっぱスースー感求めたいのよ。これよ、これ。だから私はいつもこのギャツビーのやつを使ってます。男の人が使うのかな、私はでも女子だけど使います。で、次、こちら、ニベアの日焼け止めでございます。いや、最近暑くなってきたってさっきも言ったんだけど、日差しがすごい。結構ね、日焼けしててね、もう大丈夫だろうと思って、ちょっと塗れなかったら、結構日焼けしてて痛い目を見ているので、もう新しく買いました。去年のやつがね、なくなっちゃったから、買いました。結構、あの、中学校の時とかから、日焼け止めすごい使ってたんだけど、これが一番良かったかな。水っぽい感じがして、ベタベタしないから、すごくこれ、おすすめです。これはちょっとウォータープルーフではないですけれども、まあ、SPF50 だからさ、すごくいいね。って感じです。お次でございます。こちら、メンソレータマの洗顔フォームでございます。これはね、ニキビができた時にもう最高に効く洗顔だと私は思っております。最近ここのところにニキビがね、あの、大量発生しているので、あの、新しくニキビ用のやつ買いました。中学の時かな、高校生の時かわかんないけど、お兄ちゃんがこれを使ってて、上もこれ使ってちょっと盗み使いみたいなことしてめちゃくちゃ良くて、ニキビができた時は必ずこれで洗ってるので、新しくこれを買いました。多分個人差よるだろうね。多分いろんなニキビの種類とかがあるから、一丸として言えないけど、多少のニキビだったら普通のこれでいいかなって私は思うので、あの、気になる方はぜひ使ってみてください。次、こちらです。歯ブラシ、歯磨き粉でございます。これはサトヒロのやつね。磨くところがファッてなってたから、クリニカよ、もうないから買った。以上。本当にさ、普通の生活用品って感じでしょ。すごいよね。でもこっからはちょっと違うよ。違くはないけど、こちらシルコットでございます。この滑らか仕立てっていうやつは、あの、前から使ってたんだけど、あの、新しくちょっとこれを使ってみようかなと思って、ちょっと開けてみていいですか？やっぱいいよね、シルコット。これ結構さ、いろんな YouTuber さん買ってすごいいいっていう噂を聞いているので、私は買っていました。使ってみてどうかは、5月のお気に入り紹介で出すかな？よかったら。って感じです。で、次、最後、お化粧品なんですけれども、ずーっと欲しかったものをやっと買ったって感じ。本当になぜかわからないけどね、なぜかチキって買わなかった。こちら、ケイトのデザイニングアイブロウのライトブラウン系でございます。まあ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 、いろんな人が使ってるからいいことはいいんですけどね。私の気持ちを皆さんに後で伝えようかなって思ってます。次、最後でございます。今回の購入紹介、最後の商品はこちらです。ババン！インテグレートのウォーターバームシャドウでございま、あ、ピントがあってね。インテグレートのウォーターバームシャドウでございます。これはね、アットコスメのツイッターをフォローしてて、それで流れてきて、わ、欲しいと思って、ちょっと惹かれて買っちゃいました。で、テスター見たんだけど、結構いろんな色があったのね。ベージュとかピンク、白、ブルー、ブラウンってあったんだけど、私はベージュを買いました。泣かないじゃん、これ。どういうつもり？全然開けたところ違うじゃん。もう、めちゃくちゃ破る。
わ、なんか水。こちらです。なんだろう、見えるかな？水滴が溜まってるんだよね。ちょっとネイルね、用事があったからね、自分で落としちゃった。見える見える見える、水滴みたいなのが溜まってるって感じで。あのね、触り心地がね、ほんとプニプニしてて、すごい気持ちかったの、これ。なんかこれといって、そんな色ががっつりつくっていう感じのベージュだからね、そういう感じはないんだけど、アイホール全体に塗る下地ぐらいの感じで、ここは塗ったんだけど、すごいキラキラしてる。見えないね。見えたら、グッドボタン。なぜかわからないけど、最近アイメイクのナチュラルさにハマっています。人からしたら あんまりナチュラルじゃないかなって思うけど、私からしたらだいぶナチュラル。目つぶった時にさ、前はここがっつりさ、アイシャドウを引いてたけど、今全然でしょ。はい、以上でございます。結構長く撮っちゃったな。カットしよう。ということで、私のドラッグストアでの購入品紹介でした。何か気になるものがあったらチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。